今回はトラピーズから一手でグリトラを作るトリックを紹介します。まずトラピーズをした後、左手の指を内から外に回します。このようにハンガーの形を作り、矢印のストリングに奥から手前にマウントします。ダイソー時計回りに1回転させながら、右手にかかっているストリングを外すとグリトラが完成します。マウント、ダイスの1回転、右手のストリングリリースを同時に行うと、このように一手でグリトラを作ることができます。次にこれの応用版を解説します。1つ目と異なり、まずヨーヨーをロックしてから左手の指を内から外に回します。ダイスを時計回りに1回転させ、右手でキャッチ、左手で掴んでいる糸をヨーヨーの下からくぐらせればグリトラの完成です。くぐらせる部分が分かりにくいので、別アングルから確認してみてください。ダイスの1回転、糸をヨーヨーの下からくぐらせる動きを同時に行えば、1手でグリトラの完成です。